はいどうも皆さん、キャシーと申します。本日はコンテンプという海外のフリーホラーゲームを遊んでいきたいと思います。こちらは5年前ぐらいに出たホラーゲームなんですけども、非常にクオリティが高いということで今でも評価が高いホラーゲームとなっているようです。早速やっていきましょう。内容的には廃屋を舞台にしたショートホラーっていうことしか書いてありませんでしたね。さあ始まりました。廃屋と言いつつ、あ、車だよね、多分車でこの廃屋にやってきたみたいな感じなのかな、ストーリー的には。何のために来たのかよくわかんないけど、いや確かにクオリティ高いな。これ入れる？あ、開かないな。何の音だ？フラッシュライトついてる状態でこれなのか。ここはいけないか。どっから入るんだ？あ、なんか隣に小屋があるわ。そこから何かアイテムを手に入れるとかかな？鍵だ。鍵ありましたね。他にもなんかいろいろあるけれど、取れそうな感じではないね。OK。ちなみにダッシュとかはできなさそう。じゃあこの鍵を使って、この廃屋の中に入っていってみましょう。これ勝手に使ってくれるみたいだね。もうちょっと明るくしてほしいな、気持ち的に。これなんだろうね。あ？なんか鳴ってた音は何だったんだろう。電話ではなかったよね、音的に。ここは入れない。ストーリー的なのはないのかな？テキストみたいなのも今のところないね。あ、開かない。まあとりあえず順番に回ってってみますか。なんだ？なんかガチャンっていったな。上か？上にも行けるし、他もいろいろ行けそうだけど、このコードなんだろう。あ？ここに繋がってる。こっちは？なんか絵とかは、絵ってか写真があるね。なんで風呂場にゴミ袋。うーわー、ちょっと待って、ゴキブリがいる。それは勘弁。うわ、動いてるし、最悪だわ。あー、でもコードつながってるわけじゃないね。じゃあ上に行きましょうか。ああ、何？あれ？何？あ、なんか影が揺れてる。誰かいるってこと？あ？これ開かなかったとこだよね。これで？ああ、なるほど。ブレーカーを上げたってことか。でもなんで入れるようになったんだろう。物置っぽいね。細かく触れるわけではないのか。これで？いろいろ見て回れるようになったってことかな。でもここもさっき見たところだよね。明るくなって見やすくなったけど。あ、開いたわ。開くようになってる。ん？テレビがついてる。なんで？てかそもそもさ、電気が来てんのもおかしいよね。なんで電気が通ってんだろう。テレビがついてんのもおかしいしね。まあ大体ホラーゲームね、テレビついてるからね。何の音だろう。なんかが動いてる音かな。あ、止められた。あ、違う、止まったわけじゃない。ん？なんか再生された？
あ、なんか始まらないんかい。でもなんか言ってんね。まあでも字幕が出てくれないとわかんないので。あ、電話が。電話？入り口のとこにあったよね、確か。はい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 。でしょうね。あ、いや、なんか聞こえる。なんで置いた？ん？この息遣いは電話から？それとも主人公？これもう外出られないよね、多分。あ、出られなくなってる。なるほどな。ここは？ここが開かないまんまか。あー、そろそろ上に行く？今のとこ行ってないのは上だけだよね。こっちはさっき見たとこだよね。あー、でも明るくなってからは見てないか。まあでもゴキブリがな、はっきり見えるようになっただけだろうから、あんまりね。オッケーオッケー。じゃあ2階行きましょう、今度こそ。広い家だね。まあ一個一個と思ったけど開かないな。全部開くわけじゃないのかな。ちょっと待って、ここ開かない。こっちは？あ、こっちも開かないわ。鍵がかかってるわけでもないだろうに。おかしいね。あ、こっちにも電話がある。これなんだろう。これ何？ making deep inside that no longer I can hide, and it's telling me once more it's time to roam. But I cannot tell when I'll be coming home. いやでも。え、何？あー、なんか今虫いなかった？あ、虫いるわ。気持ち悪い、気持ち悪い。止められないっぽいね。あ、ラジオ、え、ラジオが取れた。え、なんでこれは取れんの？これだけはなぜか取れたけど、電話は取れない。え、じゃあこっちも取れたりしないの？こっちは取れないのか。何の音だ？誰かいるね。とりあえず片っ端からチェックしてみようかと思ったけど、全然開かないな。ここ開くわ。あ、でもこれ、ぐるっと回るだけ？あ、ぐるっと回るだけか。これそうだよね。登ってきたところだから。あ、こっち右に道あったんだ。気づかなかった。じゃあ、この奥がまだ行ってないところだね。いやー、でも、雰囲気あっていいね。開いた。あー、廃屋という割には物がすごい残ってんね。これクローゼットか。あ、開かない。あ、閉じ込められた？閉じ込められた。こっちも開かない。何の音だ？はいはいはい。ん？あ、そっちが開くんだ。なんか向こうにいるみたいだけどね。ここは何の部屋なんだろう。まあボロボロはボロボロだよね。特にここら辺も調べられない。こっちとかも行けなさそうだね。先行こう。あ、ここに出てくんのか。ぐるっと回った感じだね。誰かいるんじゃない。え、屋根裏だ。屋根裏に行けるようになってる。何？
っとさっきからすごいチカチカ言ってる。あとここにも古いテレビがあんね。何の音だろう。ロープの音？うーわー、めっちゃ雰囲気のある通路。なんだここ。何の音？え、嫌な予感すんな。やっぱり！そうだよね。この感じからして。動いてる？ああ。え？あ、終わったのかと思ったら。あ、でも、待って。フラッシュライトつかなくなってる。部屋から追い出されたみたい。これで帰れってことなのかな？あ、小屋の明かりも消えてる。コンテンプ。いやー、雰囲気良かったね。これは確かに、評価が高いのもうなずけるね。さあ、ちょっと気になって戻ってきたんですけど、これ入った後にさ、この部屋から逃げたらどうなるんだろうね。ちょっとやってみましょうか。ここで、出てくる、で、逃げる、あ、出れない！出れ、おお！こっちにも出てきた。出れなかったけど、別のものが出てきた。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。